経石史は中国の紀伝体歴史書における構成要素の一つである志の中の編目名であり、図書目録のことを指して言う。名称は異なるが、漢字に始まる芸文史と内容的には一致するものである。経石史は旧東女などの広大の聖史にも見られるが、その筆頭は唐の議長らによる随書である。随書の経石史は漢字。 芸文史以降、疑心南北朝時代の各人によって、試行錯誤が繰り返されてきた、図書分類法の集大成として生まれた四、部分類によって編集されている。その構成は、教武士武士武士武道行仏教と四部の後に、動物二教の経典を付録している。なお、各部は、さらに門類に細分されている。各条には、署名、関数、戦者を記し、 平乱によって防湿したものには、もうと中期している。常実の如く、等の滅亡後、古代更進の時代に直命によって、編纂された、旧、当女にも、形跡史が建てられている。この志も、後部協力乙部四六兵、ヘコ六長部収六の四、部分類を踏襲している。ただし、随所とは異なり、動物二教四部以外に分出してはいない。また、 平平古録中には、類書類が新設されている。旧、当女が宣世られたのは、10世紀初めだが、形跡史に関しては古代の書目ではない。初集の転籍の年代は、元想の開元年間にまで遡り、当時の書目、古今書録40巻の消失であるため、以後の転籍は含まれていない。露人、中国小説史略上畜馬学芸文庫、1997年、 P25 ありがとうございます。